そうか、グランディ少尉を見失ってしまったか。一度は追いついたんですけど、僕たちを避けるようにして一人で行ってしまいました。あいつはワイルダーを倒すためなら自分がどうなってもいいと思ってやがる。取り返しがつかないことが起きる前に何とかしねえと。ウィータの守護のセーフハウスはまだ複数あるみたいです。この後少尉がどこに向かうのかは僕たちにも分かりません。事態は急を要するか。ウィータの守護の残党処理に当てていた人員を少尉の捜索に回そう。彼女を見つけることを最優先とする。ありがとうございます、大佐。俺たちも急ぐぞ。フランカの奴踏んじばってでも止めてやる。うん、だけどその前に。ユーイン総長、大丈夫ですか？俺は感じるんだ。あいつを、ワイルダーを、そのせいで力が抑えられない。俺の意志とは無関係に暴れたい、壊したい。俺はそんなこと。自分を見失うな、ユイン。意識を手放さなければ力に溺れたりしないはずだ。今何をすべきか冷静になって考えろ。お前はなんでここにいる？お前は何がしたい？俺はずっと姉さんを守りたかった。大切なたった一人の家族だと思っていたから。だがあいつは違った。俺を騙してたんだ。俺の家族を殺したことをずっと隠して。姉さんなんかじゃない。あいつはただ俺を利用していたんだ。僕はユーイン総長ほど長く少尉と一緒にいたわけじゃありません。知らないこともいっぱいある。それでも平気で騙すような人じゃないと思います。ずっと一緒にいた総長なら分かっているはずです。もう一度ちゃんと少尉と話をしてみませんか？これ以上何を話せって言うんだ。姉さんは俺の全てだったのに、全部嘘だったんだ。全部が嘘？本当にそうだったのか？何？ユイン、これだけは伝えておく。フランカの奴は一人でワイルダーを倒しに向かった。お前を守るために命を使うことが償いだと考えてるんだろう。なんだって？俺たちはウィータの守護のセーフハウスを回ってフランカを探す。お前がどうしたいのかはお前が決めろ。俺は全部が嘘だった。お前はそう言ったが、少なくとも俺にはお前たちは兄弟に見えた。俺たちと何一つ変わらない本当の兄弟にな。話すのも喧嘩するのも生きているからこそできることです。後悔だけはしないでください。後悔？俺はどうすれば。お前は愚かだな。まだ心のどこかであの女のことを信じたいと思っている。本当の家族を殺しておきながらずっと姉のふりをし続けていたあのひどい女のことを。誰だそこにいるのは。本当に救いようのない愚か者だよ、お前という人間は。な、俺だと。
騙され続けていたのにまだ未練がましく執着するとは、そんな奴はいっそ消えてしまった方が楽になるんじゃないか。かわいそうな奴だよお前は。あの女はずっとお前を騙して利用していただけだというのに。ああ、分かっているぞ。俺は利用されていた。欲しかったのは俺の力だけ。だが俺は。なぜ抗う？お前が生きている理由なんてもう何もないはずだろう。お前が何より大事にしていたものは全てまやかし、偽物だったのだから。確かにな。俺は全てを失ったに等しい。だがどうしてか、このまま終わりたくない俺がいるんだ。全て捨てて終わらせてしまえば苦しみからも解放されるのに、俺はなぜ躊躇している。しまった！ユイ！そうだ、あの時守ってくれた。期待してる。ユイ、あなたは逃げなさい！ユイ、ユイ、ユイ！俺の味方でいてくれた。そばにいてくれた。この記憶は嘘なんかじゃない。惑わされるな！あの女はお前を利用したかっただけだ。守ったのもお前に利用価値があるからに決まっている。利用するため、ただそのために騙し続けていた。本当にそうなのか？あの人にとって俺は何だ？都合のいい兵器なのか？ただそれだけだったのか？無事でよかった。姉さん！あの時向けてくれた笑顔、その気持ちが全部嘘だったはずがない。きっと、きっと。俺は本心を知りたい。もう一度あの人に会わないと。会ってちゃんと確かめるんだ。はっ、内側で暴れていた力が消えた。苦しみもこれなら動ける。行かなきゃあの人のところに。フランカのやつ、どこに嫌がるんだ。共倒れ上等とでも考えてるんだろうが、そうはさせねえ。あった、あれがセーフハウスだね。この音はどうやら本命がいるみたいだな。何の力も持たない弱者の割にはずいぶん粘るじゃないか。だがそこまでにしておけよ。俺が本気だったらお前はとっくに八つ咲きになってるんだぜ。手心を加えているのは私をユーインの目の前で殺すためでしょう。それであの子の心を壊そうとしている。そんなことはさせないわ。あなたはここで私が倒す。命に変えても。精神だけは強者だと認める。軍人にしとくにはもったいない。なあ、前線で体を張って戦うやつより部屋ん中でふんぞり返ってるやつの方が偉くなる世界なんてクソだと思わないか。俺はそういう仕組みが嫌になって軍を見限った。あいにくと今の私は軍のために戦っているわけじゃないの。地位も名誉もいらない。私はただ罪を清算するためにここにいる。いい覚悟だ。
一緒に地獄に行きましょう。させるか！バカな真似はやめろ！助けに来ましたよ、少尉。一緒に戦いましょう。あなたたち、邪魔をしないで。これは私の戦いなの。俺たちの戦いでもある。お前を助けられなかったら俺もアルも一生後悔するからな。少尉には幽院総長のために生きてできることがまだあります。命をかけて償いたいほど申し訳ないと思ってるなら、それをちゃんと伝えてあげてください。そして二人でたくさん話してください。お互いの気持ちがわかるまで。エド、アル、来てくれて嬉しいぜ。鋼の錬金術師とその弟、お前らは俺の血を熱くさせてくれる獲物だからな。調子に乗るなよ、サイヤロー。こっちはお前を仕留める狩人のつもりで来てるんだぜ。言うじゃねえか。口だけじゃねえと見せてくれるんだろうな。本気で僕たちを潰すつもりだね。来てないってことは、幽院は戦える状態にないみたいだな。大方、肉体と精神が乖離して苦しんでるってとこか。ここは同胞のために、俺が一肌脱いでやらねえとな。引きちぎられたお前らの死体でも並べてやれば、あいつの迷いも吹っ飛ぶだろう。そうすりゃ、幽院も理解するはずだ。力を振るうことの意味、そして力による支配の正しさをよ。何でも自分の都合のいいように転がると思うなよ。ここで俺たちにぶっ倒されて、お前の計画はおじゃんだ。はい。無理しないでください、フランク少尉。いいえ、私も戦う。獅子が食いちぎられようと聞く気はないわ。しょうがねえな。なら俺たちから離れるんじゃねえぞ。全然ダメージを与えられてないよ。このままじゃこっちが追い詰められていく一方だ。ちくしょう、何か手は。もう抵抗は諦めたか。それじゃあ本気で狩りに行くぜ。しまった！はぁ！ユイ！来たか。答えは見つかったみたいだな。でも、どうしてここが分かったんですか？簡単なことだ。あいつが俺の存在を感じ取れるように、俺もあいつの存在と居場所を感じ取ることができるらしい。なるほど。戦いに夢中で気づけなかったぜ。俺の存在を知覚すると嬉しいことしてくれるな。黙れ。俺はお前のために来たわけじゃない。ユイ、どうして。大切な人も生きる意味も失って、自分を終わらせてしまいたかった。だが本当のことを何も確かめないまま、あなたに二度と会えなくなるのは嫌だと思った。あなたに死んでほしくない。もっと話したい。だから来た。野生を抑え込むのはうまくいったみたいだな。さあ見せてくれよ、お前の力を。フランカ少尉とユイン総長、二人が前に進むためにもここは負けられない。やろうぜユイン。力を使いこなせるかは分からない。自我を保てなくなるかもしれない。だがお前だけはここで絶対に倒す。だー、まだまだ。ユイン総長。ぐぐどうだ。さすがに手応えがあった。もう一押しで。何がおかしい。お笑い草だと思ってな。力を持つ強者こそが地上の真の支配者。
そいつを旗印にウィータの守護を立ち上げたこの俺が力を自制して追い詰められてるんだからよ。こいつ、まさか。俺もバイロンたちと同じだ。力を完全に解き放てば肉体が耐えられなくなり、やがて崩壊を迎える。だがバカだったぜ俺が。命を捨てり力を抑えるなんて獣のすることじゃねえよな。ここからは戦いじゃねえ、狩りだ。ネズミのようにせいぜい怯えて逃げてみろ。エド、あれ。よそ見なんてするなよユーイ。俺を見てなきゃダメだろうが。お前はこんなもんじゃないはずだ。お前だけが俺に並び立てる。どうやったらここに来てくれるんだユーイ。ああそうか、野生の本領が発揮されるのはいつだって命の危機だよな。力加減を間違えて死んじまったら、まあそれはそれだ。まずい、さっきのダメージで体が。行くぞ。以上やらせるかよ。ここは絶対通さねえ。姉さん、どうして。ごめんなさい。ごめんなさいユイ。あなたから全てを奪って騙して。そんなこと今はどうだっていい。喋るな。口を、血を止めないと。最後に謝ることができてよかった。ダメだ、最後なんて言うな。俺はまだあなたと、もっと姉さんと。まだ姉さんと呼んでくれるのね。血のつながりなんてないのに。姉さんだよ。誰が何と言おうと、姉さん自身が否定しようと、今まで兄弟として過ごしてきた時間は本物だ。やっぱり俺にとって姉さんは姉さんなんだ。ユイ、最初は気が重かった。命令とはいえ姉のふりをするなんて。それでも続けたのは罪の意識が。愛になるならと。だけどいつの間にかそれだけではなくなっていった。命令でも償いでもなく、私はあなたを。分かってる、分かってるから。だから死んだらダメだ姉さん。何を泣いてるのよ。まったく、あなたは本当に世話のかかる弟ね。姉さん。いい加減止まりやがれ。なんだこれは。俺を止めたいんだったら100倍は分厚くしてみろ。バカ力め。ユイン総長、少尉は無事なんですか。フランカは、まさか。まだ息はある。だが
話しすぎている。このままじゃ時間の問題だ。ようやく俺のところに来てくれたか、ユーイン。こいつらじゃ歯応えがなくて寂しかったぜ。ザレ事に付き合うつもりはない。さっさとお前を倒し、姉さんを医者のところに連れて行く。なあ、リコって言うんだったな。お前にとっても姉さんは大切な人だったんだろう。だったら力を貸してくれ。姉さんを守るために一緒に戦おう。ユイ、お前いいぞ、その息だ。全力のお前は俺にも危険するだろう。だがそんなお前を俺は力でねじ伏せてみせる。それから奪ってやるよ、そこのフランカ・グランビー、そして鋼の錬金術師に、その弟も。人間社会とのつながりを全て失った時、お前は俺と共に今の世界を蹂躙する獣になるんだ。もう何一つ奪わせるつもりはない。俺はこれからも人間で、姉さんの弟だ。それでこそフラコンだぜ。急いで決着をつけましょう、総長。分かっている。行くぞ、ワイルド。ここで蹴りをつけてやる。おー、兄さん。諦めろ、ワイルダ。お前がどんなに強くても人の絆までは壊せねえ。だったら無粋な言葉はいらねえ。力は全てを壊せるってこと、分からせてやるぜ。つれおもうよせ。これ以上力を使ったらお前だって体が。無駄だ、やるなら力づくしかない。そうだ、分かってくれて嬉しいぜ、ユイ。やはりお前は俺と同じたった一人の理解者だ。総長は大切な人のために強くなれる人だ。自分のためにしか力を振るえない、あなたとは違う。そうだ、俺は姉さんのためにここを突破しなきゃならない。だからもっと力を貸してくれ、リコ。俺たちも全てをかける。これで本当に終わりにするぞ。勝負だ、ワイルダー。この俺が完全に力負けするとはな。無理をしすぎたか。分かっていたことだ。力を出し切ればこうなることだな。ユーイ、お前は俺の正真正銘の全力を上回った。お前こそが地上の支配者だ。支配になど興味はない。俺は大切な人と並んで歩いていくと決めた。ああ、もったいねえな。それだけの力がありながら、実験でキメラになったとき、周りからは哀れみの目を向けられたが、俺には喜びしかなかったよ。人間を凌駕する力を手に入れて、これでようやくあるべき世界を切り開けると思った。そうすることが力を持つ者の義務だと。お前は背負いすぎたんだよ。どんなに力があったとしても
世界なんて誰かがどうにかできるもんじゃねえ。人間一人が支えられるのなんて、せいぜい目の前の一人くらいだ。つまらねえ理屈だ。兄さん、フランカ少尉が、呼吸がもうほとんど。ユイン、俺も力を使いすぎたようだ。不便だな、キメラというのは。村長。バカ野郎、起きろ。フランカを助けて一緒に生きるんだろう。すまない、エド、アル、どうか姉さんだけでも。ダメだ村長、あなたも少尉もまだ死んじゃいけない。ふざけんなよ、こんな終わり方認めねえぞ。目を覚ませ、フランカ。ユイン、全員いるな。ウィータの守護の創設者でありリーダー、ワイルダーの討伐成功により任務は完了した。しかしその戦いで我々は二人の仲間を失った。彼らは敵に屈せず平和な世界を築くため最後まで戦った。フランカ・グランディ大尉とユーイン・グランディ順位に敬礼。なんでだよ、フランカさん、ユイさん。私たちを助けてくれた命の恩人だったのに、恩返しもできないうちに死んじゃうなんて。大佐、こいつらのこと頼んだぜ。ああ、二人はウィータの守護討伐において協力者として重要な役割を果たしたと報告しておこう。おそらく大きな罪に問われることはないはずだ。あなたたちの処遇について手紙を残していたフランカ・グランディ大尉に感謝するのよ。ありがとうな、天国で俺たちのことを見守っててくれよ。二人とも、いくら動物のためでももう悪いことしちゃダメですよ。わかってる。私たちね、罪を償ったらかわいそうな動物たちの保護活動をするつもりなの。誘拐はもう勘弁してくれよ。うん、今度は清く正しくをモットーにやるよ。それでいつか本当に動物たちのことを思った大きな会社を作るの。そのために寝る間も惜しんで働くつもり。カールだったら1ヶ月くらい寝なくても頑張れるから。俺そんなに寝られないの。まあいっか、ミッツや動物のためだもんな。投稿したウィータの守護構成員の処遇もこちらに任せてもらおう。むやみに存在を消されるようなことはないと保証する。何から何までありがとうございます、大佐。ほら、兄さんもお礼言わないと。力を借りるのは尺だけど、ま、世話になった。こちらこそ、君たちにペット誘拐事件の調査を頼んだのは正解だったようだ。そういえばきっかけはそれだったな。いろいろありすぎて大昔のことに感じるぜ。君たちは組織の討伐任務も成し遂げた。心置きなく自分たちの旅に戻りたまえ。何かあった時はいつでも相談に来るといい。終わったな。いろいろあったね。さてと、旅に戻る前にちょっと寄っていくか。うん、もちろん。あんたたち、もしかして森に行くつもりかい？ああ、そうだけど。だったら気をつけろよ。最近森は危ないから近づかない方がいいってみんな言ってる。噂があるんだ。森の奥の方で白い大きな虎を見たって噂がよ。へえ、白い虎か。そりゃおっかねえな。うん、気をつけないとね。それでも行くってんなら止めはしないが、忠告はしたからな。あ、ありがとうよ。
当に大佐には何から何までお世話になったね。まあな。キメラの実験は軍にとって知られたくない暗部だ。知ってる人間をすんなり退役させるとは思えねえ。最悪命を狙われるかもしれない。それならいっそ殉職したってことにしといた方が安全だ。偽の報告書を作って中央をごまかすのはさすがに俺一人じゃ無理だからな。確かに大佐には感謝だ。さて行こうぜ。俺たちは俺たちの旅に戻ろう。大丈夫かな二人とも。あいつらはもう大丈夫だ。兄弟でずっと一緒にやっていくさ。うん、そうだね。どうかしたの、ユイン。なんでもないよ、姉さん。声が聞こえたような気がしたけど、気のせいだったみたいだ。そう、それならいいのだけど。エドとアルのことを考えていたの。心配？心配はしてないよ。あいつらは強いからな。何よりも心が。だからきっと大丈夫だ。